こんにちは、作曲家の和田貴文です。今日ちょっといつもと違ってですね、まあ、今更こんなことをって思うかもしれないんですけど、皆さんご存知ですか？タケノコの里とキノコの山、タケノコ派キノコ派戦争が起きてるわけですよ。まあ、くだらない話というか、争ってるとかっていうことではもちろんないんですけど、まあ、好きな人が両方分かれていてですね、どちらも譲らないみたいな、そういうとこありますよね。あのツイッターとかでもかなり話題になってます。ハッシュタグもできるぐらい盛り上がってます。で、私これちょっとこれに一つ言いたいことがあってですね、私が言うことじゃないと思うんですけど、ちょっと言いたいことがあるんですよ。まあ、率直に申し上げますと、私はキノコ派です。キノコの山が大好きなんですけど、タケノコの里も大好きですよ。どちらかというとタケノコの里の方が最初に好きでした。小さい頃はもうこれが大好きで、このなんていうんですか、このビスケットの部分がなんかちょっと特殊な食感なんですよね。クッキーっていうか、いや非常にとっつきやすい美味しさで、キノコの山なんてなんかビスケットだしただのチョコじゃんみたいな、最初魅力を感じなかったんですよ、子供の頃。でも大人になった時に、たまたまなんか食べた時にあれって思ったんですよね。こんなにキノコの山うまかったっけって思ったんですよ。私の勝手な推測ですけど、キノコの山が好きな人はきっとタケノコの里も好きなんですよ。こんな真面目に語るようなことじゃないんですけど、一方このタケノコの里派っておそらくタケノコの里うまいけどキノコの山うまいって思ったことない人多いんじゃないかなと思うんですよ。この説ちょっと有力だと思いません？キノコの山のうまさに気づいてないんですよ。あのね、いやわかるんですよ。あのタケノコの里はうまいです。これめちゃくちゃうまいんですよ。もうこの最強感あるんですよね。確かに食べますけど、いただきます。うまいね。うん、うまい。これはね、わかりやすい。タケノコの里はうまいものがもうこれうまいだろうみたいな感じ、絶対うまいっていう感じなんですよ。でもね、キノコの山これちょっと食べます。いただきます。うん、いやこれやばいな。やっぱりいや、あのね、全然違うんですよ。その先ほどタケノコの里はもううまい、ストレートにうまいものをこう投げつけられてる感じ。一方ですね、キノコの山は味のエンベロープがあるんですよ。立ち上がりがあって減衰していくんですけど、味がこのビスケットの部分と2層のチョコレート、それぞれがこの別の立ち上がり方をして別々の減衰するんですよね。これがすごくて、タケノコの里はそれがないんですよ。同時にガーンってくる感じ、まあ、多少そのチョコレートとビスケットの部分の時間差は多少ありますけど、でももうごっちゃになったものがカレーみたいな、牛丼みたいな感じに対して、キノコの山はかなり計算されたというか、計算したかどうかは知らないですけど、ビスケットの香りとかチョコレートの立ち方とか、チョコレートも2層になってるんですよ。これその味がやっぱはっきり分かるんですよ。この部分のチョコレートとこのちょっとミルクっぽいチョコの味っていうのが別々にこう来るんですよね、時間差で。これなんかもうだってパティシエが作るようなお菓子レベルじゃないですかって思ったんですよ。こんなすごいお菓子だったんだってことに大人になってから気づいたんです。なのでぜひこれ皆さん味わって食べてみてほしいんですよ。キノコきっとわかると思います。この味の立ち上がり減衰の仕方がバラバラにやってくる感覚、これは。でなんかあのタケノコの里って結構甘すぎる感じあるんですよ。甘いの好きなんで全然余裕ですけどね、甘いって言いながら食べますけど全然余裕なんですけど、甘みがちょっと強くてその風味が若干かき消される感じするんですよ。それに対してキノコの山は甘みのバランスがすごい良くてですね、このビスケットのバランスも絶対あると思うんですけど、ちゃんと風味を感じさせてくれるこの配分で、この量、1個の口に入った時のその量、これがベストバランスになってるんですよ。奇跡のバランスです、そういったところをよく感じて食べるとですね、また新しい発見があるんじゃないかなと思います。冒頭にも述べましたけど、タケノコの里好きな人、キノコ派の人はタケノコの里も好きです。大体嫌いな人はいないんです。でもキノコの山の方がうまくないっていう人がキノコ派なんですね、なので一言言いたいというのは、タケノコ派の人ぜひキノコを今一度味わっていただきたいです。でこの今言ったこの味の立ち上がりとかっていうのをよく感じて食べてもらって、あのこれの凄さをちょっと知ってもらいたいんですよ、本当に。はい、今更私がこんなこと言うことではないと思うんですけど、ちょっとそんなことを思いました、なので争わないでください。でちょっと番外編なんですけど、これ皆さんご存知ですか？ガーナチョコレートの生クリーム仕立て、これがめちゃくちゃうまいんですよ。これね、私の去年からのお気に入りのチョコレートでございます。これね、あの、まあ、こんな感じのこのぐらいの大きさですよ。中がちょっと柔らかい生クリーム仕立てのチョコが入ってるんですね。ちょっと溶かすような感じで食べてるんですけど、
めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃ甘いんですけど、喉がヒリヒリする甘さなんですけど、うまいんですよ。でね、これめちゃくちゃうまいんですけど、私は一つ言いたいことがあるんです。一個がでかい、すごいいいその二層仕立てになってるんですけど、一個がでかすぎて口でその溶かしてこの味わう感じがいっぺんに来すぎるんですよ。これ半分ぐらいの、私は食べるとき普段はもうこれ半分かじって溶かすように食べてるんですね。それぐらいがちょうどいいんですよね。これ1個がでかすぎて 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9個入りなんですけど、もったいないです。これ一口で1個食べちゃうのもったいない。これね、あのロッテの方にぜひこの意見を届けたいので、どっかにお客様センターかなんかがあったら言いたいですね。まあといってもこんだけ完成された製品を半分の大きさにしてくるなんてなかなかないと思うんですけどね。もしこれあの気になった方はぜひこの半分ずつ食べることをお勧めします。というわけでまた次回もよろしくお願いします。